あがり症の克服法っていろいろあるんすね。例えば？水を飲むと心が落ち着きます。オッケー。それ絶対飲みすぎですよ。お腹ぐるぐるする。ほんとバカですね。The back and forth has got me so messed up. Don't ignore